ガスパール・ギュスターブ・コリオリは、フランス生まれの物理学者、数学者、天文学者。回転座標形における、完成力の一種であるコリオリの力を提唱した。力学における仕事、運動のエネルギーの概念を形成。1816年にエコール・ポリテクニークの講師となる。そこで、摩擦や水力学の実験を行っていた。 1829年にはエコールサントラルパリの教授となる。回転座標形における回転体の運動方程式を導いた論文を1831年に科学アカデミーに提出した。コリオリの力は彼の名にちなんで名付けられた。また、ナビエストークス方程式からコリオリ数と呼ばれる運動量補正係数を導出した。1836年には一回、 線形常微分方程式を積分する機械装置を設計したが、これは微分解析を機械化した最初の事例として知られる。51歳で、パリにて死去。コリオリ、カスパール、グストブ、ノートシュールーマヤヌでトレーサーデカーブスでネパールで、イキジアンスディフェレンシルズ。ジャーナルでマシマティックスプユアーズやプラケイズ。シリーズ I1。 ごきゅう、http ビジューリザー、bnf, fr, カンサルトレラメンナム、O イコールナムマイナス -16380、アンド、デブイコール11アンド、フィンイコール15アンド、e イコール pdf。ありがとうございます。<noise> <noise> <noise>